にちは、エディです。チャイ、はい、20周年ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、宮坂さんとはね、いろいろな話がもうたくさんありすぎて、目が語りつくるような長いね、はい、もう今でも一番覚えてるのは、はい、タイフェア渋谷の、はい、あの真夜中に200キロ近い重さのヤックの鬼の人形をね、2体軽トラに乗っけて2人で運んだっていうね、国会議事堂に突っ込めそうになったってね。あれはもうね、一生忘れないですよ。僕も一生忘れない、うん、もう衝撃だ。 ね、あと他にもあのタイフェア芝浦、芝浦です ね、はい、それからもう今年の8月、はい、9月になったアジアンフェスティバル、はい、グランツリーですね、川崎の方で、うん、はい、本当にもうこの20年間ね、いつもいつもお世話になってありがとうございます。いや、もう本当遠藤さんにもお世話になりっぱなしです、ね、もうこれでね、あの一緒にまた、まあ、この前あの中曽根首相元ね、はい、話がありましたけれども、はい、人生100年ですから。そうです。まあ、今年20周年記念、はい、あとこの70周年記念まで ね、あの元気に参加したいと思いますの で、 そうです。ありがとうございます。共に、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応思いました。さすが今日は65名、まあ、やや大人数ですけど もう楽に収容できるという、さすがですよ、ね、150名まで入りますかね。入ります、入ります、ね、でも貸し切りやってます、ね、ですね。よろしくお願いします。今日は、本日はお忙しい中、チャイ20周年記念パーティーに、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。合同会社チャイ、代表の宮坂と申します。本日はあの遠方からもあの来ていただきまして、本当にありがとうございます。2016年、前任の、オーナー加藤モナより、チャイを引き継ぎまして、そこから、今は、六本木川島、あとは日吉の山室、あとは総務の内田、それと私で、チャイを運営しています。本日は本当こんなに来ると思わなくて、初め30人ぐらいかなっていうイメージだったんですけど、やっぱり創業者の何ていうかね、吉田社長は。が作ったチャイは本当にすごいなって改めまして、思いました。今日は、まあ、ほとんど僕も初めての方もいらっしゃるんですけども、初めて会う方もあの知り合いの知り合いになるので、気軽にみんな友達になって行っていただければなと思います。まあ、そうやって大式の絆を深めていければと、思っております。あと本日、お花をたくさんいただきまして本当にありがとうございます。あとお土産ですね、あの皆さん本当にありがとうございます。まだこんなにいただけると思わなくて、もう本当に涙が出てきそうな勢いでございます。はい、まあ、あとは本当に先ほど言いました吉田社長、創業者の吉田さんは今本日は、来れないんですけども、今シンガポールで、会社を起こしてやってるそうです。僕もいつか一度お会いしたいとは思っているんですけども、まあ、日本で大使を広めていただいた方ということで、本当タイの柴田さんみたいな存在のような方だと思いますので、皆さん名前だけでも覚えていただいていただければと思います。それでは本日の私の挨拶はこちらです。よろしくお願いします。ありがとうございました。乾杯のご発声は、タイのアンコールワット店、の小塚、よろしくお願いします。じゃあ皆さん
カンボジアのアンコールワット店から参りました。今日は、日本の方の20周年ということで、カンボジアから飛んでまいりましたが、カンボジア店もですね、来年実は20周年を迎えようと思います。カンボジアはですね、簡単にちょっとお伺いいただくと、19年前に、創業しまして、先ほど話があった、吉田社長が創業した中で、いわゆる現地の、雇用の機会を与えようと、現地の貧しい人たちに、技術を教え、そしてその人たちに、雇用の機会を与えていこうと、こういう思いの中、できた、店でございます。来年10周年を迎えますが、同じ思いで今後もやっていきたいと思っております。そして日本もですね、20周年を迎え、この、言語が変わった令和という素晴らしいタイミングで10周年を迎えましたので、今後皆様よろしくお願いいたします。では、乾杯にします。では乾杯。乾杯。我々が先頭を切って料理をね、今日ね、取りましょうよ。そうですね。はい、どう行きましょうか。8体から行こう。8体ですか。これでしょ、やっぱりこっちですか、ね、これでしょ、やっぱりお皿がない。お皿か。あ、これなんだ、お皿。うわー、美味しそうだね。豚肉と野菜の胡椒炒めです。そしてうわー、これですよ。このガイアンをね、ボタッとつけていただきました。うわー、あったんだ。ほんとだ。奥からだったんだ。川島です。今日はたくさんの方にお越しいただいて、ありがとうございました。とても嬉しかったです。もうあんまり時間もないので、簡単に今日すごく古い、私が入る前からの元チャイスタッフの方とかも見えてますし、この、十何年かやってる間に、いろんなところで、知り合いにならせていただいた大使業界の方もたくさんお越しいただいていますが、古い、スタッフの方たちが、多分施術をしていた古いお客様も今でも来てくださったりしています。その働いてくださってない方も、皆さんからご紹介いただいたお客様でこう継続して来てくださっている方もいらっしゃいます。そういうその新旧の、スタッフ、またはその知り合いの皆さん、周りの方々の、そういったつながっている、たすきというかバトンというか、そういうもので、こう長くやらせていただいてるんだなと日頃から思っております。これからも、チャイをよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。この後、一応ちょっと記念写真を皆さんで撮らせていただいて、
ふるさとさ。